Hello everyone, my name is I'm Sora. How was your week? Mine was great as usual. Yay! ということで、僕じゃない、俺、空が俺だよ。まあいいや、俺、空が MC をやっちゃう Sora's Senpai Club。This is such a wonderful opportunity, and I thank everyone who's watching this show. はい、この番組は I'm 空があらゆるジャンルの先輩をゲストにお迎えして先輩から極意を教えてもらい世界中に届けようとしているワールドワイドな番組です。ということで今日は、今週もこの方でございます。小野賢章さん。はい、小野賢章です。よろしくお願いします。残念ながらさ、もう今日で最後なわけよ。いやー、本当残念だね。本当に残念。本当に残念。俺はもう残念すぎてもう今にも泣きそうだこんな顔になっているわけですよ。ありがとうね。また呼んでね。ちなみにね、マックス 100% だったら俺はこのアイムソラは一体継承にどれぐらい近づけたんだろうか。80ぐらいかな。おお、80きた。もう結構先週から伸びちゃったじゃん。そうだね。イエーイイエーイ。これは俺の50だ。俺の今ので50だな。男に二軍は。いやー、悪い顔してる。そんなことないよ。ということで今回はね、この 80% だったって言われたからさ、もうここは残りの 20% を詰めるために賢章と一緒に遊んじゃいたいと思います。いいよ。イエーイ。まあ俺がもう個人的にいろいろこれ何しようかなって考えてんだけど、今回の企画は題してこちら。賢章に声優のいろはを教わろう無茶ぶり声優レッスン講座。なんだってイエーイ。無茶ぶり。まあ賢章はさ、声優としてもちろん俳優としてもいろんな役をやりこなしてしまうので、まあ本当にやりこなしてしまうかっていうのを検証してみたいと思います。賢章だけに。もうね、もうすごいこすってる、それは。賢章だけには。なるほどね。でもね、賢章にはこの後日本の童話「桃太郎」を朗読してもらいたいのね。まあ日本人ならね、誰でも知ってるね。もしかしたら海外の人も知ってるかもしれない。で、たださ朗読するだけでもちょっとつまらんなと。いや、そこはもうめちゃめちゃ気持ち入れてやるよ。でもね、それだけじゃダメダメよ。それじゃけじゃね。それじゃけじゃね。それじゃけツッコみやがってこれ大好きだと、そういうとこも。はい。で、まあそれだけじゃつまらないなと思いまして、今回はですね、ただ朗読するんじゃなくて、読んでる最中に俺がいろんな配役なんていうの、おねえとか。怒りをやるとか、そうキャラ設定をオーダーするから賢章は言われた瞬間にその役になりきって読んでほしいのでござる。マジか。そうできるかな、分からん。できるかは。できるよ。いやだっていつもはちゃんと準備してやるからね。そうだね。そうだよね。それがこう瞬発的にできるかって言われるとちょっと自信ないです。なるほど。それでは準備かね。はい、スタート。昔々あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。ある日、おばあさんが川で洗濯をしていると、どんぶらこどんぶらこと大きな桃が流れてきました。幼稚園生。おや、おいしそうな桃だね。おねえ。おばあさんは桃を拾い上げて家に持ち帰りました。食べようと切ってみると、なんと中から元気のいい赤ちゃんが飛び出してきた。どんだけ猫寝転ぶのいなかったおじいさんとおばあちゃんは大喜びだにゅ。桃から生まれた男の子は桃太郎と名付けられましたね。おじいさん。桃太郎はすくすく育ち、ある日おじいさんとおばあさんに言いました。僕は鬼ヶ島へ行って悪い鬼を退治します。犬。桃太郎はおばあさんにきびだんごを作ってもらうと鬼ヶ島へ出かけてましたわ。旅の途中で桃太郎の犬に出会いました。おじいさん。桃太郎さん、きび団子を一つくださいな。鬼ヶ島へお供しますよ。酔っ払い。犬はきび団子をもらい、桃太郎のお供になりました。途中で出会った猿キジも桃太郎からきび団子をもらい、桃太郎の仲間になりました。今にも倒れそうな人。こうして桃太郎は3匹とともについに鬼ヶ島にたどり着きました。イケメン。鬼ヶ島では鬼たちが村から奪った宝物やごちそうを並べて、酒盛りの真っ最中、桃太郎の号令で犬は牙で、猿は爪で、キジはくちばしで鬼たちを懲らしめ、桃太郎も刀を振り回して大暴れです。とうとう鬼の親分が、今にも必殺技を出しそうな主人公。参った、もう降参だ。宝物を全部返すから助けてくれ。幼稚園生と手をついて謝りました。桃太郎たちは宝物を持って元気よく家に帰りました。もう一回主人公。桃太郎が無事に帰ってきて、おじいさんとおばあさんは大喜びです。そして3人、いつまでもおじいさん幸せに暮らしました。おねーとさ、どんだけ終わり。ありがとう継承。やばいよこれは。いや楽しかったねこれ。これはやばいって。これすごい楽しい。犬と猫がいまだに正解わかんない。あ、本当。いや何が正しいってさ、自分の聞きたい継承の声のところをそのまま残しておけるんだよね。イケメンとかちょっとそのままにしちゃったんだけど。いや楽しかったこれは。ちなみに、これさ、まあ、いろいろ役が変わるじゃない。これコツはあるんでございましょうか。コツね。そう。だっていきなり「おね」とかいろいろ言われてもねえ。まあだからやっぱ普段からその自分の声で遊ぶ、あ、なるほど、遊んでることが大事かなって。じゃあ賢章も普段から自分で遊んでるの。なんかこんな声できるかなとかはやったりとか、まあそれこそね、あの先輩たちのやってるの見て、こういうのいいなとか盗んだりとかは勉強してますよ。なるほど。じゃあ普段のもうその練習というか積み重ねが大事ということだ。そうだね。やばい、積み重ねたらいない俺ピンチ。ピンチ。いけるいける。スタートでいくよ。はい、それではスタート。イエス。昔々あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。ある日、おばあさんが川で洗濯をしていると、どんぶらこどんぶらこと大きな桃が流れてきました。おばあさん、おや、おいしそうな桃だね。おばあさんは桃を拾い上げて家に持ち帰りましたとさ。どっこいせ。桃桃桃桃なんと桃、中から元気の桃出てきたんです。桃ピーチピーチ桃、子供のいなかったおじいさん桃、おばあさん桃桃、大喜び桃。桃から生まれた男の子は桃太郎と名付けられました。桃太郎桃桃、あるし桃、おじいさんとおばあさんに桃言いました。桃。続けて続けて。桃で。桃は鬼ヶ島へ行って悪い鬼を桃しました。桃。ヤンキー。桃太郎はおばあさんにきびだんごを作ってもらったんだってよ。で鬼ヶ島に出かけたんだってよ。旅の途中で桃太郎は犬っころに出会っちまったんだってよ。英語。英語。Okay, a dog got the dango from Momotaro, and then he became Momotaro's friend. And then in the middle of the journey, they met a monkey, a bird, and they also got the dango from Momotaro, and then they became friends. 宇宙人。こうして桃太郎は3人とともについに鬼ヶ島にたどり着きました。鬼ヶ島では鬼たちが村から奪った宝物やごちそう並べて酒盛り酒をぐいぐい飲んでいたそうです。セクシーなお姉さん。桃太郎の号令で犬は牙で、猿は爪で、生地はくちばしで鬼たちを懲らしめて、桃太郎も刀を振り回して大暴れ。とうとう鬼の親分が。鬼。もういた、もうここさんだ、宝物を全部返すから助けてくれとアイドル。手をつないで謝りました。桃太郎たちは宝物を持って元気よくみんなのお家に帰りました。イケメン。桃太郎が無事に帰ってきて、おじいさんとおばあさんは大喜びだったみたいだぜ。まあそうして3人ともいつまでも、まあ俺も幸せにできんだけども自分たちで幸せになったんだとさ、ベイベー。あー、イエーイ。え、どうだった？いや、すごいよ。100点。嘘。100点だよ。マジで？すごい。すごい。うん、すごかった。え、マジで？うん。おー。100点いただきました。いや、特にやっぱ英語が。あ、そうね。俺英語すごかったね。焦った。頭の中でテンション意地悪と思ってた。おいと思って。まあでもきっと同じことを俺がやってる時に思っていたんだろうな。いやでもあとね、桃の時の折れない心。あれさ、あれがね大事。あれが大事だよやっぱ。あれだって早く変わんないからってずっと思ってたけど、ずっと続けるんだもん。いややっぱちょっと S が出ちゃったかもしれないあれは。皆さん、小野賢章はどうやら若干 S だそうでございますよ。ということで、じゃあまずこの3回ね、俺の番組に出てもらえたけれども楽しかった。いや楽しかったですよ。本当？よかった。すごい楽しかった。100点それも。100点。お、よし、これでこの番組はまだ続けられるかもしれない。やったー。ありがとうございました。ちなみに今ってマックス100%だったら俺は賢章にどれぐらい近づいておるんかな。いや100だよもう。やったね。100だよ。え。やったー。え、もうここまで来たらさらにおこがましい。お願い。何？空とお友達になってくれたりするかな。いやもういいですよ。もちろん。イエーイ。お友達が増えました。やった。また呼んでください。ぜひ。本当に？うん。海外のファンが見てくれてるんだけど、よかったら海外のファンに向けて賢章からメッセージお願いします。あ、うん。はい。本当にね、たくさんの方に見ていただいてありがとうございます。まあ今はねちょっと。まあなかなか日本から出れないですけども、落ち着いたら海外の方も全然行きたいと思っていますし、僕も海外好きなので、もし皆さんが住まわれている国に僕が行くことがあれば、おそらく仕事で行くことがほとんどだと思いますが、会いに来てくださったらと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございます。素晴らしい。多分みんな会いに行くと思う。よし。待ってます。それではね、まだまだお願いはあったんだ。まだあるんだ。もういい？そちらの賢章の隣にある第2部で使ったノーヒスミ先輩ガチャにね、ちょっとねサインを入れていただきたいなと。サイン。そう。この後ろにここ。お、やったー。これあれだな。このガチャのサインが嬉しか見れないんだなということは視聴者のみんなは最後につけるかな。あ、こんな感じで入れてくれました。ありがとう賢章。はい、じゃあ今回は賢章最後にセンキューバイバイで終わろうかね。センキューバイバイ。俺がせーのって言った後ね。オッケー。ソラ先輩クラブ with 賢章小野はこれで終わりです。せーの、センキューバイバイ。チャンネル登録してね、今すぐによろしくね、よろしくね、よろしくね。